銘木、はい。厚いのありますか？そういうの結構ありますね。あ、それはもう一つから。北音さんです。はい。おお、すごい。いい香りがしますね。すごいいい匂いがします。もう工場ですね。ここでいろんなものを作ってるんで。はい。主に作られてるものってホームページに出てたんですけど、表札とか。メインはもう表札ですね。こういう表札の原版をこう指定サイズに、まあ大体決まってますけどね。よくホームセンターにあるじゃないですか。こんなやつ、これがメインですけど、最近はこういろんな四角ですとかそういったものも、あそこもそうですね。途中作ってる四角いやつとかも、いろんな木の板を揃えてる。すごい。コースターとかも作ったり。可愛い。これ見ました。すごい色がいいんですよね。そうですね。ちなみにこれってどういう感じでこの色合いとかを出すんですか？これも木の色そのものです。合板みたいにこう合わせて。そうです。この木と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 この木を合わせて。だからうち自体がいろんな木をその表札向けに扱っているので。木は結構カラフルですよっていうこう見せ方をすることが多くて、自然の色合いなんですね。そうです。あ、いいですか、ごめんなさい。まあ一部ですけど、その見てもらうのにこうやって色サンプルみたいな。そうですね。でまあレーザーで焼いたらこんな色合いに、あんまり焼き色が入らないやつとか、いろんな濃くすごい濃く入るとか、そういうのを見てもらったりしてますね。なんか作りたくなるね。前にランプシェードを、ちょっと販売させていただいたんですけど、そこで1位のそうですね、これがシェア持ってるって、そうですね。昨日実は1枚売れまして、あ、そうなんですか。札幌市内の方だったんですけど、送らせていただきましたね。これ最近またゴールゼロ、あ、色そうですよね。なんか日本カラーのやつが販売されたって聞いて、はい。あ、オリーブとかだった。そんな感じの色だった気がしましたね。いや実際販売した時なんですけど、ゴールゼロと一緒に売ってくれっていう。もうね、あれは大変ですね。すごい欲しいんだけどゴールゼロがないんですとか。すごい。丸をフリーハンドではないんですよ。おお。こういう。型があって、まあ機械なんですけどね。あ、あれなんですね。下からピンが出てるんですよ。はい。それにずっと当たるんですよ。ほう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 。この辺はフリーハンドでいって少しずつピンに当たって、これ以上はいかないんですよ。絶対。ああ、そういう仕組みなんですか。ちゃんと安全にできるように。へえ。じゃあもともと木材屋でこう市内とか、まあもちろん道内のその。ちっちゃい小物とか作ってる人とか、木工の方のとこに材料を出してたのがもともと父がやってた仕事だったので、その人たちの仕事を見てたんで、ああいう型を作るとかそういうのを知ってたので、もともと材料を卸して、基本的には材料と表札、まあ看板材料とかありますけど、そういうものを作ってるんです。ただ自分でなんかいろんなものを作ってみたいっていうのもあって、始めた、このものづくりを始めたってことですね。キャンプとかはやられますか？キャンプ大好きですよ。泊まるのほどまだそんなに行けてないんですけど、やりたいなと思っても。こういうのもね。あ、気持ちがいい。すごいこういう組み立て。サクッと。わあ。あ、これなんか。あ、巻き置きですか？ああ、いいですね。いいですねこれ。巻き置き。今、まだプロトタイプです。これあればね、ちょっと湿ってる時あるから下が空いてるのがいい。こういうの上にこうなんかカバンみたいなやつ、ああでもいいですし、グッと置いてもいいし、それを道人で作ってもらってください。ああ、それも確かに良さそう。あ、それ今すごいコンパクトになってましたもんね。これそうですね。全部この厚みを同じにしてるから、まあ重ねれば同じっていう。こんなにね。まとまっちゃう。おお、はい。間違ってこれ火にくべたら。いや、もう最後はそうなります。最後まで仕事を果たしてもらえばいいです。本当にもうこれ燃やさないと死ぬっていうぐらい寒かったら最終的に許可を出すかもしれない。してまた買う。燃やしちゃいました。カーボンニュートラルですか。すごい。ああ、なるほど。ああ、フィット。わあ、すごいこれ。これいいね。ちなみに販売するんですか？予定です。ああ。ちなみにこの今プロトタイプっていうふうにおっしゃってたんですけど、情報的には流しちゃっても大丈夫なんですか？あ、全然大丈夫ですよ。ただいつ売ろうかなぐらい。なんかオーダーメイドで発注とかあったりするんですか？特注というか。まな板は多いですよ。あ、そうなんですね。まな板はそうですね。大体ベースとなってるサイズはありますけど、短くしてほしいとか、広くしてほしいとか、厚いのありますかとか、そういうのは結構ありますね。それはもう一つから受け。あ、もちろん受けてます。キッチンどうしても置けないからとか、そういうのでよくありますね。オリジナルのまな板ってなんかいいね。いいね。ロゴなんか入れられたらまた。そうだね。自分の盗まれないね。盗まれない。あんまり盗まれたの聞いたことないけど。盗まれたこともないんですけど。どうせ買えるから名物流すか。ああ、はい。じゃあちょっとこれだけ置いて。はい。失礼します。ありがとうございました。すみません、お忙しいところ。やってたのは。カッティングボードの持ち手のやつ作ってくれって言われて、これもオーダー。そうですね。いや、なんかキャンプとかで写真撮るときにこういうカッティングボードとかなんかそういうのあると一つあるだけでも全然映えるんだよね。あ、どうぞ。あ、すごい。薪ストーブですね。失礼します。中にもあります。すごい。おお、かっこいい。かっこいい。すごい。すごい。これはアルコールストーブなんで、いつもコーヒーとか入れるんだっていろいろやってますね。すごいバージョン。すごいバージョンですね。すごい加工が。でもこれすごい手間というか技術がかなりひと手間かかる。これはちょっと素敵な価格になりそうな予感ですね。これ素晴らしいですね。すごい。これはちなみにどういうものなんですか？これこれ。この袋に入ってる。奈良の防材を焦がしたやつなんですけど、こうやって入れることによってなんかそのこれ何も入れてないやつで、これ入れたやつでちょっとこう色味が変わる。この少し濃くなってますね。かっこいい。ちょっとスモーキーさが出るらしいんですよね。僕まだこれ飲んでないんでわかんないですけど。すごい。それほどウイスキーにも詳しいわけじゃないわかんないんですけど。そういう使い方なんですね。なんかすごい通な感じの。なんか1週間ぐらいでなるらしいんですけど、もう3ヶ月ぐらい入ってるかもしれないです。味付けというか香り付けというか。うわあ、そんなのおしゃれな飲み方。入れたら美味しくなるわけではないんですよ。あ、そうなんだ。なるかどうかは好みなので。あ、なるほど。こういう風に変わりますっていう。普段の持ち歩くちょっとキャンプ行くならこれも1個仕込んで出かけるっていうのも面白いかもしれないですね。こんな使い方がそうなんです。飲むのが楽しみなんですよ。いや、本当ですね。これはカッティングボードを、まあ、持ち歩くのはユニフレームのライスクッカーにちょうど入るんですよ。ライスクッカーうちあるね。そうだね、うち使ってるにこうやって入るんですよ、2枚。はい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 。蓋を取っ手を下に向けて入れたらちょうどスポットになる。あ、そうなんですか。でまな板だけどつなげて使えば作業面積も結構広げられる。ありますね。すごい。このアイデアってはってひらめくんですか？はい。うわ、すごい。あ、パズルみたいにすりゃいいねっていう。おー。ースター自体もすごい触った感じもいいよね。ただデータもらってデータ処理とか必要になってくるから AI でイラストレーターで入れてもらえれば一番いいけど、写真しかなかったらまあどっちにしてもデータ構成費みたいなのが必要になるんですよね。だからプラスこれ構成費プラスいくらみたいな感じにはどうしてもなってくるんですよね。ここに合わせて場所作ってとかってやるので、位置決めとか。その場合は要相談みたいな。そうですね。もう裏側一面やってほしいって言われたらそれもできるんですけど、まあ稼働時間かけるいくらみたいな感じなんですよ。ああ、そういうこと。そうですね。ちっちゃいからバーッと割っちゃうけど、大きかったらベーって結構時間がかかったりとかするんで、じゃあ本当もうサイズとかに応じてっていう感じでできますけど、1個で全然やりますので。なんかもったいなくて飾ってるかもしれない。使えないかもしれない。ちなみに道人とはどういうつながりだったんですか？それこそ世良さんが「こういうとこあるんだけど」っていう話で「行く時行ってみる」っていうふうにしてもらって、そっからのつながり。道人さんはうちを知っててくれたみたいで、別の今でいうモノビレッジみたいなので近くで出してて、僕もはんぺん屋さんっていうのは見てたんですけど、そのどういう方がやってたっていうのは見てなかったんですよね。で道人さんがそのうちの「いやすごい売れてたのを見てます」って言って覚えてくれてて、へえ、やっぱりそういうつながりがね。うちもそういうつながり大事にしていかないとね。そうだね、本当に。イベント一人でいつも行くからなかなか余裕がなくて、多分見えてなかったのかなと思いながら。いや、イベントは確かに忙しいですよね。忙しい。あ、すいません。こんな長々とありがとうございます。お時間いただきまして本当にありがとうございます。ちょっとワクワクする空間だよね。これもかっこいい。一位なる名木。ありがとうございます。ありがとうございました。すみません。これから三上さんの声。あ、そうです。行きます。それじゃあ行きますか。はい。どうもありがとうございます。またお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらがすごいよね。この貼り合わせの木なんだけど、旭川の北音さんで作っていただいた、はい、名木ですね。はい、そうです。これね、いろんな種類のいろんな色がついてるんだけど、うん、で木の持ってる元々の色だしたね。そう貼り合わせて板にして、うん、そうだから裏も表も同じなんです、うん、それで、うん、チャンネルのロゴを、そう、この細かい字を入れていただきました。レーザーでこんな小さいのにね、よくできるよね。ね、すげえな。すごい。実際に行ってね、見させてもらったので、そう見させてもらってね、お話も聞いてきたんで、そうだからね、これはもうね、これ今後ずっとね、お供キャンプのお供に。